Welcome to Gundam Online。 どうもシリビです。今回ニューヨーク3本拠地ですね。明日からはこれが拠点になるらしいんですけども、どうなることやらって感じですね。ニューヨークね、まあこの三本ケチが明日からはしか出ないようになるっていう感じですね。 L 字とかがなくなるらしいです。まあちょっとね、L 字はいろいろと問題があったのでいいんじゃないかなという気はしてますけども、突っ込んできたな。戻ろ。この勢いだとちょっとこっちの方が不利ですね。敵の方がまっすぐ来てますね。Y がちょっと厳しいかな。 Y これ結構削られるので、Y が結構削られますな。まあ Y は仕方ないとしてもです。OK。まあトントンってところでしょうか。あとは4を取り返しつつ 3の周りの本コンテナを、取って。って感じですね。そう、ここは核があるんですね。修復して前線へ戻れ。攻撃。補給艦がなんか見えたんですけど、気のせいでしょうか。気のせいでした。削りつつ B 行きたいですね。確かに、まあ4を取り返して3取られるとまずいんで、3高校数行きましょう。でここから4に行きましょう。途中ね、道中核を見つけられたら最高ですね。いねえかなとか思いながらやってますけど、この煙が割と邪魔ですよね、エフェクト的に。一瞬間に合うんですね。3取られました。ちょっときついかな。次はじゃあ B に行きましょう。ネズミ、
幸いね、2がまだ取れてるんで、いいですな。ああ、バレバレでございました。いや、範囲はこのままでいい。もうこのままでいい。余計なことをして、例えば指揮官は2回目ということなので、もう十分です。ここまでやれたら十分だ。2回目で安心しろ。拠点の防衛を優先する。防衛ラインを突破される。なんで今こけなかったという感じでございますが、ネズミがどうもいけないですね。いや、いけないっていうか届かないですね。ぶっ込んされました。いって 3、4発ぐらいで死んだ。ビームライフル系ですな現在は。まあ、十分です。範囲は十分。まあ、そんなのよりも遅い。4を押しましょう。これで十分十分。範囲入ってるし。補給艦をどっかに出してほしいところではあるんですけど、そう、おう、ネズミ来てなーと思いながら、あと48秒。指揮官2回目なので、あんまりね、余計なこと言うとね、混乱しちゃうんですね。だから余計なこと言わなくて十分です。まあね、ここ B をね、ちょっと行きましょう。行きたいですね。補給艦がどっかに欲しいですね。ちょっと遠い。ランドセルが見えますね。そういえば、あさってまでだ。ベア会。あんま使いたいと思わないんですけどね。支援機はいいかなって感じですね。まあ、またそのうちいつか出てくるかもしれないでしょう。なんかイベントで出すんじゃないですか、また。ポロッとね。ポロッと。すぐ飛ばないで、有名なシュトルムファウストですからね。おお、止まった。
殴っちゃいます本格的に。そっから食らうのですか。ラグっちゃいます、ものすごいラグっちゃいますカクカクなんですけども、これ私だけですかね。止まってる止まってる、楽しいぐらいにザ・ワールド的な感じで止まってますね。何なんでしょうね、私の環境か、まあ環境なんでしょうかね、違う招待の人に行くとそうでもないみたいなんで。めっちゃ釣れましたね。まあ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 。さあどうでしょうかね。補給が欲しいですな。あそこに出した。まあこう敵もネズミは成功しづらい感じですけど、こっちもお互い様って感じですな。今もこけないんですね。そこだ。退避させてもらう。ゴーチカですね。これは取れねえかな。B 行きたいですね。なかなかちょっと芸術さがね、出てますな。
はいと思いながら、なかなかかわされちゃいましたね。弾速が遅いんでね、見てからかわせるって感じですね。うわ、ねずられてる。きつい。上の人は上の人は非常に悲しい思いをしてますけども機体が2機即死したやっと1分待ち悲しいですね。一瞬で溶けたよ。湧いたんだけどね、難しいですな。なかなかレーダーがしっかりしてるんで、ちょっと厳しいですな。さて、どうしたもんですかね。カン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 と音がしてますね。3は上で復活してもかなりの死亡フラグなんですけど、まあまあまあいいか、やっちゃえ。私頑張る。また死亡フラグはビンビンでございます。つらたんって感じですね。みんな上に巻こうよって感じですね。上が完全に強す、下はいいんじゃねえのっていう感じなんですけど、厳しいっす。不毛な思いをしてる感じでございます。とてもしいでござるな。機体をだいぶ無駄にしてしまいました。こけた。今のなんで高さ、あのこのですね、このゲームに一言物申したいのは、あのジャンプの高さですね、こけるラインがわからない。ちょっと言っただけで遅れますからね、なんでっていう。もうちょい安定緩くてもええんちゃうのって感じですね。三次元格闘をする人間にとってものすごいしんどいですね、何のために飛べんねんって感じです。あれでもこけますからね、今の。きつい、きつい。ロックをされまくるっていう感じですね。ハックが発見されました。あー、いやー、ちゃー。16秒でございます。アムロー、くらえもうこうするしかないちょっときつい、きついでした。まあ3は地上で湧いてほしかったですな。じゃなくて全然もう地上で湧く方が悲しい思いを5分ぐらいしました。
ひでゲームだ。さあ無視してもよかったかなっていう感じですね、今思うとね。ちょっと3人付き合いすぎて試合としても戦績としても残念な結果になってしまったという感じです。 なぜダクツ F が出撃して10秒で落ちるっていうなんだそれみたいな、みんな沸こうよみたいな感じでしたけど、なかなかね、難しい、そんな感じでございました。そんなわけで、最後まで見てくれてありがとうございました。シリビでした。